主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。天の父なる神様、皆を賛美いたします。あなたは私たちを滅びからあがない出し、あなたの子とし、聖霊の導きの中に私たちを教え導き歩ませてくださいますことを誠に感謝をいたします。優る主も神様、私たちが長く祈ってまいりました。本当に地上の命が支えられるように心合わせて祈ってまいりました。敬愛する福島秀夫兄弟をあなたのもとにお返しするその時を迎えたことでございました。主よ、どうぞ本当にこの大切な別れの時をまずご家族をお守りくださり、お支えくださいますように、そして私たち同じ種の枝である、体である私たちの上にも種の慰めが豊かに与えられますように、どうかお願いをいたします。神様、どうぞこの朝与えられている御言葉をあなたご自身が御霊の助けをもって私たちに開いてくださいますようにお願いをいたします。どうぞそれぞれの本当に必要をあなたはご存知でございます。弱っているところを知ってらっしゃいます。どうぞ新たな恵みと力をお与えください。立ち上がらせ、出発させてくださいますようにお願いをいたします。主よ、もし向かっている兄弟たちがありますなら、兄弟姉妹がありますなら、速やかにお送りくださいますように、とどめられている一人一人の上に主のどうぞ顧みが豊かにありますようにお願いをいたします。あなたの御手に委ね、皆によってお祈りをいたします。アーメン。今朝はこの皇帝への税金っていう、これがね、福音書、福音っていう中にこのことが記されておるわけですので、これもこのキリストの福音を表す物語としてルカはここに配置していてくださるわけであります。特にこのどう見ましても25節のこのイエス様がおっしゃった言葉ですね。イエスは言われた、それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。とても覚えやすい言葉だと思いますね。ぜひこのことは今までも覚えてらっしゃったと思いますけど、今日新たにですね、心に留めて、いただきたいと願っております。この状況はもう皆さんご存知であられると思いますけども、今これはイエス様がイスラエルの今もう騒動の渦中ですよね。エルサレムという町に生涯もうそこで間もなくこの殺されてしまうというですね、そのエルサレムですねにおけるその数日間の出来事、入場なされたのはこの週の初めの日、安息日の次の日ですから、私たちで言うと日曜日、今日になりますね。そして最後の晩餐が木曜日の夜というふうにこう考えられるわけであります。
そして次の金曜日には十字架にかけられる。そしてこのね、まあ殺されるっていうんでしょうか、ことになるわけでありまして、もうほんのわずかな間であります。けど、まあ、この20節のところをご覧くださると、そこで機会を狙っていた彼らは、まあ、これはあのイスラエルの最高議会ですね、サンヘドリンっていうんですけども、70人で構成されているイスラエルのトップ、何事も全部そこで決めるような議会の人々が、もうですね、いつイエスを捕らえてこの殺してしまおうかっていう機会を伺っているような緊張がもう本当にとても高まっていることを知らせていますね。ただこれがいつであるか、まあ月曜日ではなかったかと思いますが、火曜日以降いつであったかはあんまり確定することができない状況でありますが、まあ、そういう中でのことだということをまずいつも心に留めていただきたいと思うんですけども、そういう中でこのルカは正しい人を装う回し者を使わしっていうふうにですね、なんか意味深長な言葉が使われているんです。この出どころはマルコの福音書の方に、まあ皆さんマルコを参考にしたと言われておりますのであるわけでありまして、マルコの12章の13節に出てまいります。そこではね、ファリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに使わしたっていうね、どういう人々であったかっていう、ファリサイ派の人、そしてヘロデ派の人であったっていうふうにですね、このどこに属する人かということが説明されています。しかしルカの方ではそのことをですね、正しい人を装う回し者を使わしって、かわいそうにっていうんでしょうかね、中身が見破られてる感じでですね、ここに表されてるんですね。まあファリサイ派っていうとですね、それはもう非常にこの律法に忠実な人々ってこう言うことができるわけであります。ヨハネの3章に出てまいりますニコデモっていう人がいますけれども、この人はまあ本当にもうファリサイ派の中でも模範的な人ですよね。そして後から救われるパウロですね、その当時はサウロって言いましたけれども、そのサウロでさえもですね、もう本当に優れた人物であったということができます。だからわざわざこんな小細工をしなくても、小細工なんかする人ではなかったと思いますけれども、その同じファリサイ派でもですね、おそらくこの支配者サドカイ派、サドカイでこのサンヘドリンのですね、その人々はもう手を焼いています、イエス様にですね、かなわないから、しかし何とかしてイエス様をこう捉えたいというこの非常に憎しみがありますので、これを実現するのはこの人々だ。ファリサイ派ヘロデ派の中でも正しい人を装う、ね、上辺は正しい人を装ってこう人を本当にこう何でしょうか、陥れるこの力がある、非常に何かこうもう意地悪なタイプのパリサイ派って言ったらこの人たちだっていう、もう レッテルが貼られてるぐらいな人をですね、ちょっとあなたたち行ってきてくださいって言われたような。皆さん、この神様の民、選ばれた神様の民のこの管理を任されたそのサンヘドリンですね、その人たちがイエス様をこの陥れるためにこういうですねことをこの行ったのだということが、こうしてですね明るみに出されているわけですね。まあね、世界中で
もう何度これがですね読まれることかっていうですねぐらいですけども、その目的はイエス様の言葉尻を捉えて、そのローマの支配するローマの権力を持つ総督ピラトですね、ピラトがいよいよですね乗り出してこなければならない、要するに自分たちが何かするんではなくて、もう支配者であるローマがですね、こんちくしょうってですね、イエス様をこの捕らえに来て殺してくれるように仕向けようとしたわけですね。自分たちは何も基地にいてもですね、いつも負けてですね、あ、かなわないな、もうダメだなってですね、ぺしゃんこになるのに、もうですね許さないっていうか、この人をですねローマもこの絶対許せないっていうような思いにさせよう。ローマはですねずっと傍観してんですね。イエス様がこんなにですねいろんなことやってるのに、ローマは全然危険を感じない、全然ローマに逆らおうとしているものが見えないから、ローマは何も心配しない。兵隊さんだって何も武器も持ってないようなね、えおろおろした兵隊さんがちょっといるぐらいなもんで、あと婦人たちがついてくるぐらいで、ね、貧しい群衆がいるぐらいですから、ローマは何も心配してなかった。でも何とかしてローマをですねここに登場させようと思って、この悪巧みを考えようとする。そして大体ね、こういうふうに策略を巡らすと何でもこの事件は実現するんですね。この悪いことを考えてやろうと思えば大体それはなるんですね。悲しいかな、恐ろしいかな、人間はね。そうです、日本の状況を見てても本当にいろんなところでいろんなことが起こりますけども、人間がで、ね、こうやってやろう、ああやってやろうと考えたことはなるんですね。ぜひ私たちはどうぞそういう考えをですね、もう本当にもう振り除いていかなければならない。そんな考えに陥ろうとするときには、本当にノーって、誰かが私たちを誘ってそういうふうにしようと思うなら、ノーって言わなければならない。本当に気をつけなければならないと思いますけれども、その回し者だがですね、21節をご覧くださると、先生、私たちはあなたがおっしゃることも教えてくださることも正しく、またエコひいきしないし、なしに、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。まあ皆さん話されることも、ね、おっしゃることも教えてくださることも正しくって、真っ赤な嘘もいいとこでね、一切もう悪魔の言葉ぐらいにしか思ってないんですけども、それをですね堂々と、もう本当にもう本当に甘い浮いたような言葉、皆さんだったらあなたは本当に素晴らしいですねなんて言われたらどうですか。いやそんなことないなんて言いながら、だいぶこう嬉しくなっちゃうんじゃないですかね。あなたいいことをおっしゃいますね、あなたの考えは素晴らしいですねなんて言われたら、うんかなって思いながらですね、だんだんその気になるんじゃないですかね。よくこういうふうに言えるっていうかね、何かね、本当にこう人間のね、もう本当に隠されていなきゃいけない部分がこういうふうに表されているっていうのを私たちは今見てるんですね。皆さんね、人間ってのはこんなふうにですね、全く本当にこそみじんも思ってないことを口でこういうふうに表す、まあ見事なね猿芝居っていうか振りをするわけであります。芝居です ね。またエコひいきなしに、あなたはもう権力であろうと誰であろうと堂々と変わりません。貧しいもの、弱いものから病人からね、誰に向かっても、私たちに向かってもあなたはもう全然態度が変わらない。エコひいきなし、だからたとえローマであってもですね、あなたを臆することはないはずですって、こうもう念を押してんですね。そして真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。さもイエス様の弟子みたいなね、
弟子の告白みたいな感じですよね。私たちはあなたのこう信奉者です、あなたの弟子ですみたいなんですね、おお、パリサイ人の中にもこういうのがいるのかぐらいにですね、勘違いしそうな。ところで、私たちが皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうかってこう来るわけだ。散々甘い言葉でそそのかしておいてですね、ところで皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか。彼ら言ってる自分たちパリサイ派とかですね、まあこのヘロデ党は実は賛成なんですね。このしかしファリサイ派の人たちはそうではありませんで、あのいやいやながらで、もう本当に一番いやいやながらのは熱心党っていう人がいました。そういうね、もうですね、力ずくでね、ローマにこの戦っていこうとする人たちがいたわけで、彼らあの熱心党のユダですかね、一人ユダがいるんですね。イスカリオテのユダではない方のユダだと思いましたけども、彼はですね、このイエス様のお弟子の中でもこのちょっと過激派的なところがある人がいたわけですけど、そういう人たちはですね、ローマに税金を納めるなんてとんでもないと思っていた人たち。そしてユダヤ全体も民衆もほぼですね、もう嫌ですね。だからあの主税人マタイとかですね、あのザーカイさんとかっていう人たちはもう民衆から本当にもうね、大嫌いにされるわけであります。ですからもうユダヤ人にとって支配者ローマがですね、自分たちに税金を課せてこう奪っていくことに非常に否定的でした。ですから立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。もしイエス様がそれは立法にかなっているって言ったらね、もう民衆全体から大反対受けますよね。もうそっぽ向かれてですね、本当にみんなから知らん顔をされてしまいます。意思が飛んでくるかもわかりませんね。で、叶っていないって言わせようとしてるんです、本当は。要するにこのローマが税金を取りすぎてんではなくて、その手伝いをしている主税人がですね、あまりにも余計にぶんどるもんですから税金が上がってるわけですね。ローマが請求する税金とは別にその税金が課せられているので、民は苦しめられているんですけども、しかしもしイエス様が、ね、税金は納めることは本来は適していないんだってこうこっそりでも言ったらですね、それはもう大変なことで、すぐローマに報告されてですよ、ガーッとローマが襲ってきたに違いないのです。だからこの22節の問いは、イエス様がどちらに答えても結果は変わらないんですね。もう本当にイエス様が非常に大変な状況に陥るような問いかけをしたわけであります。それについてこの23節、イエスは彼らの企みを見抜いて言われたですね。残念ながらイエス様には企みは通じないんです。覚えていらっしゃると思いますけど、イエス様が宣教を開始するときに何が起こったかというと、神様はこのイエス様を荒野にありまして40日間空腹にされて、そして悪魔の誘惑にさらされました。サタンはイエス様をあの手この手で誘惑しました。お前お腹ペコペコでしょ、この辺の石ころ、もうパンに見えるような石ころをですね、パンにして食べちゃったらいいでしょうって言うんですね。皆さんならそういう力があったら、私には力がある、はい、一つ食べちゃうかもしれない。人が生きるのはどうぞね、
まず食物じゃない、食物よりもまず神様の言葉だって言うんですよ皆さん、ね、第一ファーストは御言葉なんですよ、神様の言葉です。今日のところ読んでてどこが神様の言葉かなと思いそうなところですけれども、皆さん全体がそうです。聖書は全部が神様の言葉ですね。私たちのことを見事に表しているこの神の民なんです。この、イエス様を罠にかけようとしている人たちがですよ、ね、先祖伝来からの伝統を守って神の民、神に選ばれた民であるって言ってる人たちが団体でこんな恐ろしいことをですね、もうね、堂々と計画できるということです。ですからどうぞいつでもあなたの心をこのよくね管理してください、守ってください。私たちの心はいつこのね恐ろしいことをこう思う考えるものにならせられるか、どうぞねそのことに私たちはね本当に鈍くならないようにすべきであることが教えられています。私は大丈夫って私たちは思ってるんですけど、もう間違いない、私は大丈夫っていう時はもうかなり怪しい、そう私は思ってる。私たちはそんなに強くはない。もうどうぞね主よ、私をどうぞしっかり捉えてください、あなたが私をいつも捉えていてください、もうぜひ祈り続けてください。私ではなくあの人のことを心配してあげてくださいなんて祈ってたらですね、本当にひっくり返っちゃいますね。ですからイエスは彼らの企みを見抜いて、この歴史の中で唯一この企みが通じない方、それがイエス様です。皆さんここにもう福音があります。イエス様を罠にかけることはできません。誰も全部見抜かれています。私たちが思っていることもみんな知られてしまうんです。私たちがしている手の技も本当に心から喜んでしているかどうかがみんな分かられちゃう。ああ私は今心からこのことをしてないなって思わされるとき本当にハッとする。お前これは本当にあなたから出ているのか、違うなと思うときがね本当にゾッとする。主よどうぞ私の心を一つにしてくださいってね祈らずにはいられない。ぜひね疑わずつぶやかずね本当に主に信頼して一つ一つのことをなすんです。どんな小さなこともね。今日の教会学校のお話、キッズタイムのお話とね相談したんじゃないんだけども同じだね。貧しいのに持てるものを皆捧げる。皆さんだったらあの後どうすんだこの人はってすぐそっちの方を心配するよね。私もそうなんですけどもね、この人はその後神様が私の必要を与えてくださるっていうね、そうでなければ待ってるっていうぐらいな私ね信頼を持っておられるって思いますね。だいたい私たちもそうしてきましたから ね、そしてそうやっていく、ね、不思議なところですね。どうぞねイエス様への企みはもう一切は聞かないんですね。このことを知っとかれるといいと思います。私たちはね、罠に陥りやすいですけども、ですから、この本当にね、主に聞きながら進んでいくということでしょうね。イエス様はデナリオンを見せなさい。それは誰の肖像と銘があるのかとお聞きになる。ねえ。そして見てそれを聞かれた人たちはそれは皇帝のものです、カイザルのものですとこう言ったわけですね。
イエス様は本当に不思議ですね。相手に言わせる、これは誰のものだ、皇帝のものです、ね、だから自分で皇帝の、それは皇帝のものですってこう言わせられてるんです ね、 ね、イエス様を罠にかけようとした人々に向かってですね、それはあなたが持っているそれは誰のものですか、皇帝のものです、得意げにこう言ったつもりでしょうけどね。イエス様は言われた、それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。だから税金を嫌々ながら納めたり、ね、ね、納めなかったり、納めたくないと思ったりするんじゃなくってってことです。皇帝のものは皇帝に、民として国民として社会生活をこの行うものとして当然の果たすべき責任義務を果たすように、それがこの皇帝のものは皇帝にですね、社会的なこの私を追って役割分担をしっかりと果たしていきなさいということになりますね。しかしこの文章でお分かりのように後の文章の方が強調されているということです。皇帝のものは皇帝に、そして神様のものは神様に返しなさいということになりますね。神のものは神に返しなさい。もうすでに皆さん、もう一遍この19章の45節から見てくださってもいいですね。その前の19章に戻ってくださいますか。ルカの19章の45にね、イエス様がこの神殿に入ってすぐ商人を追い出されたわけであります。そしておっしゃった、私の家は、神殿は祈りの家でなければならない、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。このね、神殿は神様に相対するところだということです。私たちはこの、どうぞそのこの神殿は教会と考えていいと思いますね。教会、この建物っていう意味じゃなくて、むしろこの共同体です。お互いに、これが教会ですよ。私たちが教会です。教会はね、祈りの場でなければなりません。ここはお互いが心を神様に向けるところ、そしてお互いのために神様に祈らせていただくところ。ぜひどうぞそれぞれのことを少しちょっと聞いてね、そしてね、そのことを心に留めて、 どうぞお祈りさせてください。お祈りする、今朝もちょっとお嬢さんのお話を聞いて、ああそうか、じゃあまた続けてこういうふうにお祈りしようって思わせられていますね。お話を聞くことは、そのことを自分のお祈りにさせていただくということです。誰でもそうです。その場です。それを強盗の巣にしたっていうことは、普段のままの意識でいるっていうことでしょ。ここもいつもと同じような気持ちでここにいるっていうことね。普段一生懸命働いてお金を稼ぐんでしょうけども、それと同じような気持ちでここにいるのではない。ここはもうその普段とは違うっていうことです。私たちは神様を礼拝するものとしてここにいる。見えない方をまさに私たちは見ているように礼拝させていただく。それが今この聖書の言葉を聞くとき、この御言葉を聞いている、このことが礼拝なわけですよ。賛美ももちろん礼拝です。信仰告白も皆
神様を礼拝していきますね。講読文を読むときは、それは私たちの罪が示されていくときって言ったらいいかもしれませんね。ぜひ。そしてこの20節からのね、権威の問答がありました。でここではそのサンヘドリンの人たちがですね、悪いブドウ園の農夫として出てくるわけです。そしてイエス様の解説が9節から出てくる、20章の9節から出てくるわけですが、悪いブドウ園のこの農夫ですね、主人からその管理を任されていたんですけども、いつの間にか自分たちが主人のようになろうとすることです。主人が収穫を求めてきても、あんたの分なんかない、一切やりません、これは私たちのものですっていうふうにですね、横取り分取りしようとする姿ですね。どうぞ、私たちはね、誰もこのね、支配しようとは思わないでしょう。どうぞ、ここではそういうことは一切ないんです。だから人のことを批判したり裁いたりするということも、あなた誰の、私たちはイエス様が主人なんです。そのイエス様をさておいて、そのしもべはしためのことを偉そうに言うのは筋違いなんです。誰も裁けない、批判するんじゃないんです。ここでは私たちはお互いにまさに使い合っていくということですね。イエス様が私たちの本当にいつも足は汚れる、その足をいつも洗う、互いに足を洗い合いなさいとおっしゃった、まさにこのね、喜んでそのことを負っていく、その弱さをお互いに負わせていただくっていうところですよね。それが神のものは神に返しなさいということです。誰も人をね、この決してね、支配しようとしてはない、自分のものであるかのごとくにですね、人を批判しよう、裁こうとしてはならない。もうニュースを見てたらですね、本当にね、おかしいな、おかしいなと思うこといっぱいあります。でもまあ、どうぞそのままをここに持ち込まないように、ぜひですね、よく心に留めていただきたいと思うんですね。それがイエス様がおっしゃった、まさに神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、その答えに驚いて黙ってしまった。最後に皆さんね、第一コリントの6章をちょっと306ページ、私たちの新約聖書では306ページになります。第一コリント6章の、そこ読んで終わりましょう。第一コリント306ページ上の段の6章の14節15節をまず読みますね。306ページ、私たちの他の聖書のページはちょっとわからないから、わかりましたか。コリントですね、第一コリントの6章です。6章の14節15節をまず読んでいますね。第一コリントの6章、第一コリント6章ですね、はい、14節15節、神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としても良いのか。決してそうではない、まあ、いつかそこはまた別な日に解説しますが、19、20ですね、飛んで19節、知らないのですか、
あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、どうぞ覚えてください。これ、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。この20節のあなた方は代価を払って買い取られたのですということです、ね、皆さん、イエス様をこのね、何とかローマによって殺させようとするために今罠がかけられている姿を私たちは見ました。イエス様は自分を正しいとして、そして自分の救いのために来てくださった方を知らないで、こんな本当にね、つまらない罠をかけてですね、陥れようとする、こんな浅はかな、イエス様にするぐらいですから、残念ながらどれぐらいの人を苦しめてきたんだろうかと思いますね、この人ね。看板だけはファリサイ派、しかし実際の生活はめちゃくちゃ神様に背いているのに、自分は落ち度がないと思ったんでしょうかね。神様はその全部の罪をなめつくさせるためにイエス様を使わせたんでしょ。この人の代わりにイエス様が苦しむようにイエス様を使わせてくださったんですよ、皆さん。その受けた苦しみによって、痛みによって、なんと私たちの全部の罪が許されるために、それがこの20節のあなた方は代価を払って買い取られたのですっていう言葉ですね。驚くべき代価、罪の一つもない聖なる命が惜しげもなく、この恐ろしい罪人に向かって捧げられたということですね。神はそのような取引をして、この罪深い私たちを神の前に無条件で神の子としてくださる、この救いの道を開いてくださいました。ね、もう本当に何という、私たちはそれからしたらちょっとでもね、ちょっとでも触れたりしたら何やって、何やもう本当に情けないぐらいね、ちょっとでも何かあったら私たちはもうすぐにこう気分が変わるようなところがあります。皆さんね、どうぞ神様がイエス様によって表してくださった驚くべき、ね、自分の体で神の栄光を表しなさい。イエス様とイエス様の足に後に従っていこい、私の後についてきなさい、ついてきたいと思うなら自分を捨ててないとついてこれませんよとおっしゃってるんです。私では自分だなんて言ってたらすぐ吹っ飛んでしまいますよって言ってるんですね。皆さん、とても大事な人をね、本当に喜ばせていただく、愛させていただくためにはね、このイエス様に従わせていただく以外ないね。お祈りしましょう。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。神様、私たちもあなたを知らない時、どんな小細工を考えてきたことでしょうか。イ
ヤハシをまだあなたのしもべとされたにもかかわらず、まだ私たちは、神様、もうこのぐらいでいいのではないかと、本当にいろんな罠に陥りやすいことでございます。もうあなたを十分知っているかのごとくに思いやすいことでございます。主よ、どうか私たちをまず一つの許しを、本当にどうか一つの愛を愛し抜かせてください。そのためにどうでしょう、あなたが私たちをしっかり握りしめて、あふれるほど助けてくださって、そのことを果たさせてください。皆によって祈ります。アーメン。